はい、今回は遊戯王ラッシュデュエルハイグレードコレクションの買いかどうかっていうのを見ていきたいと思います。12月16日発売で1週間後ぐらいですね、大体発売が、結構いいカードがあるんじゃないでしょうか。まあ、個人的な意見にはなるんですが、おそらくこれはクリスマス商戦対策の、ラッシュデュエルの商品ボックスだと思われます。一番いいのが、オーバーラッシュレアのブラックマジシャンですね。ブラックデーモンの召喚みたいな原作っぽいカードもたくさん入ってそうな感じで、女性カードも人気の女性カードもありそうですね。ラッシュデュエルが起死回生のように、最近入れまくっている女性カード、まあ、でもこれで結構ね、あのカードの価値結構保たれるかなっていう感じでいいんではないでしょうか。で、1パック242円ちょっと高いですね。1ボックスが6000円ぐらいなので、このまあその全部のラインナップが発表されてないんですが、この感じだと個人的にはちょっとプレミア価格になって7000円とかで取引されるんじゃないか、発売後はって感じですね。ちょっと今のところはわからないですね。ただですね、その年末クリスマス商戦パック、去年が確かオーバーラッシュパックですね。オーバーラッシュパックこんなやつだったんですけど、これはブルーアイズのオーバーラッシュレアが入っていてかなり豪華でしたね。でブルーアイズのオーバーラッシュレアが、かなりコレクターに人気で今も多分10万以上すると思うんですけど、まあ多分コナミ的には年末だけ生産って感じだったんですが、かなり、発売から半年後経つともうこの1パック5000円くらいが1万円くらいになってたんで、かなり右肩上がり、転売価格プレミア価格になってたんで、まあおそらく、今回のハイグレードコレクションもちょっとプレミア価格になったとしても、まあ、かなり増産するんじゃないかなと思われます。裏マジ入ってますし、でまあそのとりあえずもし買いたい人でブラマジが当たった人とかはもうすぐに売った方がいいんじゃないかなと。で長くもシュリンク付きとかで持って投資用に持っておくようなパックではないと思われます。こんな感じですかね、まとめとしては。まあちょっと汎用カードに入るかどうかっていうのはちょっとまだね全然わかんないね。試合後とかにわかるタイプなんで、まあ、結構割と買ってもまあそう買いて向って向いてもそんなもないんじゃないかなっていう感じはします。以上です。これはただまあ僕の感想なんで皆さんはどう思われたでしょうか。